T300RS から来てきたいと思います。こちらのタイプは GTH ションと違って、クラッチがないバージョンになりますね。はい、電源コード、電源コード、はい、ハンドル、しっかりしたハンドルですね。はい、ネジ回しじゃない、これは大ですね。出ました、説明書、分厚いですね。説明書があります。おお、何キロあるんだろう。ペダルですね、これはブレーキと、あ、ブレーキアクセルですね、が入ってました。のみともよくない。これは重い。早速ハンドルをつけていきたいと思います。ハンドル。よし、こんな感じ。で、これが動いてくるか。ハンドルは握った感じ持ちやすいです。で、早速他の巻きていきたいと思います。はい、今度はシフトをかけていきたいと思います。そうですね、よいしょ、中はどうなってますかね。頑丈できてる、頑丈、本物見た、え、本物見てこれ、コードケーブルに、こんぐらいかな、頑丈できてますね。4速が中心となって、1速に、これを超えてあげるんですね。これは何でしょう、何入ってたんですか、アップダウンのやつですね。まあこれは出ていて、まあ本当に初めて来てるんですよ。頑丈、頑丈っていうかもう本物っぽいですね。はい、中身は USB、これ何だろう、こんなグレートです。パソコンと、水も入ってましたね。はい、こんな感じで入ってました。ここにしとく。最後にペダルを開けていきたいと思います。なんか、こんなもん書いてましたけど、ちょっと分かんないです。後で分かると思うんですけど、置いておきます。よし。
交換キットのやつですよね。で、肝心なこれ結構高かったんですよね、これバッテリー説明書、説明書ですね。これはどうなってるの？そうするとですね、これと比べてみてください。全然違う。ペダルは重い感じしたんですけど、最初これを見た時は、あ、上等と思ったんですけど、ちょっと見さそうで、重みもある。軽い。っていうか、これを見た瞬間も、これ、おもちゃみたいな感じになってますね。はい、他の方が、もう、頑丈にできてますね。重みもなく、動かないですよ。はい。こんな感じですね。取り付けていきたいと思います。装着してみました。ハンドルから見ていきましょうか。ハンドルはこんな感じですね。 D300RS でしたっけ。それです。ハンドルで、そしてシフト、それとペダル、こんな感じですね。